茎藩は、武蔵区に埼玉軍茎本町に存在した藩。藩長は、茎陣屋。不代大,大名の米津正武は武蔵をはじめ、下佐国、河内国、摂津国、和佐国などに1万2千国の所領を領していた。だが、状況元年に、武蔵埼玉郡多玉郡、下佐国印馬郡をはじめとする、領地外を行われて、茎に陣屋を置いたことから、 国規範が立範された。正竹は上京4年5月18日に自社奉行となり、元禄11年11月11日に隠居して、家督を長男の米津正則に譲った。しかし正則は元禄16年1月15日に父に先立って創生する。このため弟の米津西洋が第三大藩主となった。西洋は大阪定番にまでなっている。 第四代藩主、与熱正隆も大番頭、大阪定番を務めている。第五代藩主、与熱通政の代である完成10年7月6日、武蔵国内の所領6400国を、出羽国村山郡内に移されたとき、久喜鬼神夜も廃して、長泥神屋を置いたため、以後、与熱家は長泥藩主として存続した。一万二千国一万1千国。不大。与熱正隆。 15位下、では守る米熱正則。15位下、では守る米熱西洋、15位下、では守る米熱正隆。15位下、腰中守る米熱通生。15位下、では守る。ありがとうございます。